はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は、この新型シビック専用の当店オリジナル商品、ノンレジケーブルを紹介します。はい、このアクアチャンネルでも、いろいろな車種で紹介しております、このノンレジケーブル。今回はですね、この新型シビックで紹介します。今回もですね、このノンレジケーブルを装着する前と装着した後で一番効果が数字で分かりやすい平均燃費、こちらの方を比較していきます。では実際このノンレジケーブルとはどんなものなのかというものを紹介しますので、こちらの動画をご覧ください。はい、こちらのノンレジケーブル、このケーブルは、まあ、簡単に言うとアースケーブルです。で、このケーブルは何が違うかと言いますと、クライオジェニック処理を施しています。ケーブルに。クライオジェニック処理って何のこっちゃって思うよね。うん、ちょっとわかんないです。ね。簡単に言うと、熱処理です。ただ、熱処理って聞くと、想像するのは、なんか熱くしたりとか、そういったものを連想するかと思うんですけど、うん、真逆です。ものすごく冷やしてます。で、その熱処理を加えると、この、実際電気を通しているこの中の芯、この芯の分子配列が整います。今までごちゃごちゃなんとなくこう置いた。で、ちゃんと電気を通すっていう役割は担ってました。でも、そのクライオジェニック処理の熱処理を加えることによって、素材の分子配列が整います。それによって起こることが、やってなくても流れていた電気、これがよりスムーズに抵抗なく流れていくっていうことになります。これをつけたから、ものすごく速くなったとか、うん、ものすごくパワーが上がったとか、そういうのはもちろんないです。うん、ただ、目に見えないそういった効果っていうんですかね、うん。車のコンディションが良くなって、そういった恩恵が得られる。それ以外もですね、音響が良くなったりとか、様々な効果が得られます。このノンレジケーブルは、長さが合えばですね、次の乗り換えたお車にも装着可能です。外してね、つけることも可能です。で、このノンレジケーブルの効果っていうのを実際体感してみたいなって方はですね、ぜひ一度お問い合わせいただいて、ご来店が可能であればですね、ご予約いただいて体感が可能です。で、実際体感はデモカーとかそういうのではなくて、お客様が乗られている車に実際装着して体感いただけますので、ぜひご利用いただければなと思います。はい、それではノンレジケーブル装着前の走行に行きたいと思います。今給油をしてきまして燃料が満タンの状態になっています。はい、このように燃料が満タンの状態になっています。ではまず平均燃費。こちらの表示部分リセットをします。トリップ A のリセットになります。はい、そうしますとトリップ A の平均車速、経過時間等もリセットされますので、この状態で、あとはカメラはノンストップで走行してきます。ではお店に戻ってきました。さあ結果はどうなっているでしょう。はい、じゃあ平均燃費は 15.9 になっています。距離は 18.3 キロ、はい、平均車速は34キロ、経過時間は32分ですね。はい、これがノンレジケーブル装着前ノーマル状態でした。それではこの後ケーブルを装着してまた走行に行ってきたいと思います。はい、いきなりなんですがもうノンレジケーブルを装着しました。今回はですね、特殊なところが少ないので取り付けた状態で紹介したいと思います。はい、この新型シビックの場合はまずこのマイナスターミナル、ここからノンレジケーブルのエンジン側がこのように行きます。そしてこのエンジンブロック、ここにですね接続されているのがわかると思うんですが、ここに付属の M6×15mm のボルト、これをこのエンジンの空きボルト穴がありますので、そちらに取り付けます。
このあたりはですね、取り付け説明書、詳しく書いたもの、写真付きのものを投稿しますので、そちらを見ながら取り付けしてください。はい、そして今度はボディ側です。ボディ側は純正のアースケーブルに沿っています。ここ最近のホンダ車はですね、アースケーブルがボディアースとこのエンジン側に1本、2本になってきましたね。ノネジケーブルはこの純正アースに沿って、この純正アースポイントのこの部分、こちらに取り付けます。ここはですね、純正アースケーブルを一旦外したところで、ノンレジケーブル、下側になります。ですから、ノンレジケーブルに純正アースケーブルを重ねて、とも締めという形になります。いずれにしてもですね、必ずバッテリーのマイナスターミナルを外して、プラスターミナルを外して、バッテリーから切り離して接続してください。詳しくは取り付け説明書をご覧ください。はい、それではこの状態で、また、同じ条件で走ってきてみたいと思います。はい、それではノンレジケーブル装着後の走行に行ってきます。エンジンを始動します。燃料は満タンの状態です。はい、ではまず、この平均燃費、こちらをリセットします。ETC カードを確認しました。はい、そうしますと平均車速と経過時間もリセットになります。はい、それではここからはカメラはノンストップで走行します。それでは行ってきます。はい、お店に戻ってきました。今ですね、表示を見ていたんですが、だいぶですね、いい結果が出ております。では止まって見てみましょう。はい、それではまず平均燃費は 16.8 を記録しています。ちょっとですね、止まった、停止が多かったなっていう気がするんですけれども、そうですね。経過時間が34分、平均車速が32キロ、少しですね混んでいたような感じが見受けられますが、結果はですねこういう結果になっています。はい、それでは数字を比較して見ていきたいと思います。はい、それでは装着前と装着後の数字を比較していきたいと思います。今回も平均燃費です。まずノンレジケーブル装着前の平均燃費が1リットルあたり 15.9km でした。そして装着後は1リットルあたり 16.8km と、この差は 0.9km と出ます。ですので単純計算で1リットルあたり 0.9km 多く走れるということになります。さあ、新型シビック、ガソリンタンクの容量が47リットルですので、こちらに今の 0.9 キロをかけますと 42.3km 1リットルあたり多く走れるということになります。ですので1回の満タン給油でお得になるガソリンの量というのが、この 42.3 を平均燃費の 16.8 で割りますと 2.52 リットルお得ということになります。ちょっとピンとこないですね。こちらを金額に置き換えてみます。新型シビックはハイオクガソリンになりますので、今ですね、全国平均、ハイオクガソリンは182円となっております。こちらに 2.52 かけますと、1回の満タン給油でお得になる金額というのが458円と出ます。はい、日々の走行条件というのはオーナー様によって様々ですけれども、月に3回給油することにしましょう。そうすると、1375円。お得となります。はい、ではこれを単純に年間にすると12ヶ月になりますので、かける1375円は16,497円年間お得ということになります。こちらはですね、もう本当に単純計算です。この今回出た平均燃費 16.8、これをベースとした単純計算になりますので、もちろんですね、平均燃費には波があります。月3回というと、だいたい1ヶ月あたり1500から1800キロぐらい
シビックの場合だと走ったとしてということになるんですけれども、これもですね、日々の走行条件で変わってきますので、もちろん4回であったり、5回にもなる場合にもあると思います。これはあくまでも今回の走行データに基づいた算出になりますので、あらかじめご了承ください。はい、今回の動画、新型シビック専用のノンレジケーブルの紹介でした。いかがだったでしょうか。今回ですね、一番わかりやすい、一番動画で伝わりやすいということで、平均燃費の比較を紹介させていただきました。このノンレジケーブルはそれ以外にもですね、冒頭でお話、説明をした通り、オーディオ環境の改善にもつながってきます。車にとっていいコンディションになるような影響が出る。こういった商品になっています。実際ですね、取り付けてみないとわからないというところもありますので、もしご来店が可能であれば、お店では試着体験ができます。デモカーにつけたりではなくて、皆様の愛車に実際に取り付けて、そういった体験ができるようになっていますので、ぜひ気になる方、ご来店が可能な方はですね、試着体験、ご利用いただければなと思います。今回紹介しましたこのノンレジケーブルは、当店のウェブサイト、オンラインショップの方から購入が可能になっております。商品ページはですね、またこの概要欄、この動画の説明文に記載してありますので、気になる方はチェックしてください。今回紹介したシビック FL 系以外にもですね、様々な車種でこのノンレジケーブルはラインナップしています。一度ですね、ホームページのノンレジケーブルという欄からご自身の愛車があるかどうかチェックしてみてはいかがでしょうか。もしここにラインナップのない車種でもこちらもですね、ご来店いただければその場で製作して取り付けることが可能ですので、あまりお待たせせずにお取り付けも可能ですので、ぜひご利用ください。はい、今後も新商品または新しい車種、こういったものをこのアクアチャンネルで紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。